今日はね、いろんなことのお話し会でね、ちょっとね、私はね、もう新幹線で足がむくんでパンパンでございます。そう、足がむくんでパンパンなんです。そう、しかもめっちゃ虫に食われたっていうね。太ももとかかとの部分と、なんか膝のちょい上と、めっちゃ刺されたんだよね。そう、なんかカレンちゃんとカッツとね、ちょっと話してたんですけど、そう、めっちゃ刺されるやんみたいな。2人ね、刺されないのに私だけめっちゃ刺されて、えみたいな、カーホイホイですかみたいなそう、かゆいんです。だからやだよ、もう。血が美味しいんだって。うん、ギフトありがとうございます。こんばんは。そう、血が美味しいんだって。いや、食生活あんまりよろしくないから、ドロドロで美味しくないはずなんだけどな。そう、大型です。私大型です。でもカレンちゃんもね、大型って言ってたんだよね。そう、でもなんかヒカの血の方が美味しかったみたい。なんかお話し会してる時にまず1個刺されたんですよ。そう、1個刺されて、でまたしばらくしてからもう1個刺されて、ちょっとね、外でね、ちょっとお話ししてたらまた刺されて、えみたいな。あ、ギフトありがとうございます。そんなに私のこと好き蚊に愛されている。そう、会場内に蚊がいたみたい。なんかそんな風には思わなかったんだけど。ねえ、やだねえ、血吸わないでってね本当にもう、かゆいかゆいかゆい。さんにタンプレーあ、そうなんです。今日ナナさんとユイリーさんにタンプレーを渡してきました。ちょっとユイリーさんのはね、なかなか会う機会がなくてすごく遅くなっちゃって、でナナさんはもしかしたらもう あんまりね、会わないかもしれないって、そうで なった時に、あ、もう先に渡しといた方がいいなと思って、そう、今日お二人にプレゼントしました。こんばんは。かい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 。そうね、ナナさんに会えて嬉しかった。ナナさんとユリさん、ギュッてしてもらったすごく嬉しい。写真も撮った。そう、初めね、なんか写真撮れなくて、あ、写真撮れなかった、残念と思ったら、そう、残念って思ってたら帰る直前にばったり会って、ちょうど終わって控え室戻ってきてるところで、そうで、帰る前にバイバイしようと思って、そう、バイバイしようと引っかからギュッてして、そうで写真撮ったここのこっちの編み込みがすごい跳ねちゃう。
い、プレゼントしました。そう、なんかイギリーさんにはカバンをいただきまして、そう、カバンいただいてめっちゃ嬉しくて、そう、つい先日も使っておりましたそう、つい先日も使っておりました。そう、めっちゃ可愛いし、いつもなんか普段ね、そんなにたくさん引くものって持ち歩かないんで、まあ普通に買い物出かける時くらいは、まあ充電器じゃない、あ、合ってるわ、あのため銃と携帯とお財布だけなので、そう、なんかすごいサイズ良くてデザインも可愛くて、なんか光の服に合わせやすい、今日のね服にも絶対合うと思う。ちょっとね、お話し会だったからちっちゃいカバンで行けなかったんだけど、そう、今日の服にも絶対合うと思う。本当にもうありがとうございます。お気に入りになったんや、もちろん。しかね、カバンってあんまり持ってなくて、リュックか、あのお母ちゃんに買ってもらった、あの101匹ワンちゃんの、あのダルメシアンの、あの手提げバッグか、そのイーリーさんのカバンか、あ、ちょいちょいあるわちょいちょいあったちょいちょいあるけど、でも本当になんか、なんだろうね、カバンってあんまり自分で買わなくて、本当に、そう、なんか可愛いなと思いつつ、やっぱり結局なんか服に行っちゃう派だったんで、なんかすごい嬉しくて、私は今日は昨日より声が響くね、気のせいかな、気のせいだと思うそう、気のせいだよ。こんばんは。会場って寒い？え、全然全然、なんかちょうどいいくらい、うん、寒くもないし暑くもないしって感じ。私も小物にあまり気がいかないだよね。ちょっと待って、目にさ、なんか入っちゃったか、大丈夫かな。そう、しかもね、あの、まあ、ピアスはね割と買うんですけど、なんかカバンとかになる、カバン、そう、ブレスレット、ネックレスとかあんまり自分で買わないので、そう、アクセサリーとかなんか小物ってね、すごく嬉しいんです私。そう、お洋服はね、何枚あっても嬉しいしそう、お洋服大好き人間だから私。セーター可愛いでしょ、大好き、これいろんなのに使えそう、これから。そう、下はねこんな感じ、ちょっと今ねシャツが出てきてるんだけど、こんな感じの、そう、インスタグラム見た時、誰？ヒカルン？ファッションスタイルいいじゃんと思ったよ。あれ、ヒカ、いつもファッションスタイル良くなかったありがとう、ありがとう。あれ、でもファッションスタイル良くなかったかな嘘です、嘘です。そう、ちょっと秋っぽく緑で、ギフトありがとうございます。そう、緑、なんか最近結構本当にいろんな色を着るようになりました、私は。今日緑でしょ、前着てたワンピース青色でしょ、でこの前ね、最近青色のカーディガンも買って、白のねスカートも履いてるし、まあ、もちろんね黒も愛用してるし、でもなんか色物って、色あるものっていいなと思った。うん、ゲストありがとうございます。ヒカル、今欲しいものは何？なんだろう、でもやっぱりお洋服かな。うん、そんな毎月毎月自分でお洋服買って着ているわけではないので、まあ着回ししてって感じで、まあ、数ヶ月に1回、そう、あ、可愛いなとか、なんか、あ、お仕事でやっぱりみんなにちゃんと、あの、可愛いなって思ってもらいたいからって言って買いに行く人なので、そう、あんまりすごいたくさん買うっていう人ではないから、うん、お洋服かね。よく見たら緑、そう、緑、
珍しき緑。本棚でしょ。本棚はまあ一応、いや最近ちょっとあるんで、そう一個買ったんです。そう一個買いました、背の高いやつ。まあ、それでも多分入らないんだけど入らんのかいっていうね。こんばんは。あとはそうだな、あとなんだろうね、なんだろう、いろんなもの欲しいよやっぱり。うん、欲しいものはいっぱいです。なんかパッて言われたら分かんないけど、そう靴もやっぱり、そうなんか家にね靴ねたくさんあるし、お気に入りもね何個もあるんですけど、やっぱりなんか欲しいなって、そうなんかあればあるほどファッションの幅が広がるんですよ。そう今スニーカーが2つあって、そうニューバランスと、そうヒカの今のお気に入りのニューバランスの青色のやつと、あと厚底のスニーカー、あとスリッポン、デニム生地のスリッポンと、あと他に何あるかな、あ、ね編み上げのブーツ、ちょっとショートのショートブーツ2つ色違いのやつあって、そう、それでもやっぱりなんか迷っちゃうんですよね、お洋服なんか、あ、これ、あ、なんかちょっと、あ、どうだろうみたいなそうそうなるんで、うん、なんかその服その服になんかぴったり合うやつってきっとあると思うから、なんかまた欲しいって、いろんなのあったらいいよねってなっちゃう。そうブーツはどんなの持ってる？もうショートのやつですね、ちょっと編み上げのベージュっぽいやつ1個と、あと黒のやつ、あとねジーナシスのね白のショートブーツもありますね。うんうん。ピアスどういった系が好きかな、何でも好き、シンプルなのも好きだし、おちょっと変わったデザインもね好きです私は。そうそう、なんかちょっと個性を出したい女なんでそう個性を出していきたい女なんで、そうなんか個性があるけど可愛いやつとか、いや本当に割と何でも遊び心あるやつとかも大好きです私は。欲しいもんだらけ、そうです、私は欲が尽きないんで、そう食欲物欲睡眠欲尽きないんで本当にね、そうかな、うん。うん、かな。ほんと物欲って尽きないわ。ねえ、なんかお洋服もさ見ると欲しくなっちゃうじゃん絶対。あ、かわいい。そうで、なんか店員さんもさ上手だからさ、そうこれとか合うと思う、すごく合いますよとか、今買ったらなんか何パーセント還元されるんですよみたいな言われたりすると、おおってなっちゃうタイプだからヒカね。そうだからもうあーってなって、そで次々とね、あれ可愛いなと思ったらパッて、あ、これこうでこういうものに合うし、こういうのに合わせても可愛いんですよとか言われるから、どうしようどうしようそう私内心どうしよう、どうしたらっていう状況そう、こんばんは、今日ありがとう。そうなんです、ついつい欲しいものが増えちゃって、そうだからこの前もねちょっと買い物しに行って、お洋服買いに行った時、もともとねなんかまあ一着、そう
でいいかなと思ったんですけど、買うの結局3着そう、うん、なっちゃって、推しに弱いです。そう、こんばんは。でもね、他にもね、いっぱい見て、いっぱい欲しい服あったんです。でもさすがにそれまで買っちゃうとやばいかなと思って諦めた。うん、お買い物はやっぱりお母ちゃんと行くの。そうだね、なんかまあひかもお母ちゃんもそうなんですけど、割となんかやっぱり誰かに見てもらって、あ、いいねって共感、共感というか、まあ肯定してもらえるとなんか安心するというか。だから一人で買いに行くとちょっと不安みたいな。まあひかたまに一人でね、パッパッパって買いに行ったりもしますけど、それやっぱりなんか誰かが一緒にいてくれた方が客観的に見てくれて、あ、なんかここはこうだねとか、そう、こういうの合わせたらいいんじゃないとか、ここはなんかちょっとシルエットが大きく見えちゃうねとか、そう、そういうのを客観的に見てくれるので、うん、母ちゃんの服も選ぶの？まあまあまあ、うん、店員さんは高い服勧められるの？うん、いやそんなことないよ。なんか今新しく出たんですよとか、再入荷し、人気なんで再入荷したんですよっていうやつとか、そう。でも基本的にひかはなんか、あ、これかわいいって思ったものを説明してくれるって感じだから、そう、別になんかこれどうですかみたいな、すごい押し売りしてくれる人ではなかったので、なんか逆にでもありがたいかったかな、その時は。まあ密に増えちゃったけど、なんかこういう風に合わせたり、こういう風に合わせたり、これとかに合わせてもすごく可愛いんですよって。あ、確かにな、みたいな。そう、そろそろ冬物欲しいだよね。しかもね、ちょっと上着を一個欲しいなって。黒色の、今白持ってるの、しか白色を一個持ってて、だからちょっと黒いの一つ欲しいなっていう。ボアジャケットっていうんですかね、あれ。なんて言うんだろう。あ、そうですね、ボアジャケットですね。ボアジャケットの黒色が欲しいっていう。あ、横浜の、あ、横浜デートの、あの時の服、エイトの日の、個人的に一番好き。嬉しい。そう、ちょっと頑張って、どうやったらみんな喜んでくれるかな、ファンの方喜んでくれるかなと思って選びました去年着てた感じのボア、あ、そうそう、この前去年ね、なんか白のボアジャケット着てたんですよね、ひか。そう、あんな感じの黒が一個あったら、なんかあったかいし、あれ、そう、黒ってね、なんか何でも本当に合うんで、まあなんか合わせやすいなと思って。どれだろう、あ、これですね。そう、こんなん、まあ白というか、まあベージュというか。そう、これ可愛いんですよ、すごい可愛くて好きなんですけど。娘に買っちゃった。うん、絶対、え、本当にいい、めっちゃいいよ。あったかいし、かわいいし、そう、そうそうそう、ああいう形なんか今人気です、すごい本当に。今年はこういう行かないの？あ、行く行く、え、絶対、え、行きたいよ、行きたいよ、え、行きたいよ行きたいよ。うん、ね、上着はいいよね。
最近あとはね、メガネかな、メガネしかね、左目がねすごく悪いんですね、右目に比べて。そうで測ってもらったら、なんかそのやっぱりちゃんとした病院で調べてもらってくださいって言われて、メガネ屋さんで行ったら、そうで、まあ多分メガネ作ることってあんまりできないだろうから、もうだて目でいいからと思って、めっちゃ欲しくて、なんか1個持ってるんだけども、縁割れちゃって、あのアロンアルファで頑張ってくっつけたんですよそう、ちょっともう壊れかけなんで、新しいの、そう、買いたい。でも結局小物だからそう、結局小物だから後回しになっちゃうっていう。メガネはまあなくてもいいじゃんみたいな、そうなくても大丈夫っていう風になっちゃうから。ちょっと水色のねサングラスはあるんで、それはねちょっと使いたい。そう、ずっと使ってない。そう、メガネもねやっぱりそう可愛いと思うんですよ、ファッションにあると。俺はメガネないと日常生活に支障をきたす。ヒカはね右目がすごくいいので、はい、右目はね A なので、ずっとまあ右目があるから見えてるかなって感じ。ひーちゃんみたいな丸メガネかな、うん、なんかちょっと縁の細いちょっと丸っぽいメガネが好きです、私は。あ、ギフトありがとうございます。ヒカルの靴のサイズ、ヒカはね23か 23.5 くらいかな、まあそのあたりだったら履ける。あの靴のものによっては 22.5 でも履けますよ。うん、そう、でも多分 23.5 だったらもう確実に履けるって感じ。そう、なんかお店によってもね、なんか 22.5 履いた人が、履いた人がちょっと、そう、もともと 22.5 で 22.5 履いた人がちょっと大きいよとかあるじゃんそう、そういうのもあるから。ギフトありがとうございます。確かカフェイベの時丸メガネじゃなかったっけ。あ、そう、よく覚えてらっしゃる、丸メガネでした。みんなにね、あられちゃんって言われたそう、あられちゃん、あられちゃんって言われた。フレア靴買うとき足に余裕を持たせるために少し大きな買ってる。まあそうね、人それぞれだよね。ヒカはね、もうきっとね、足は成長することはないし、うん、なんかピチッとし、なんかぴったりか、まあ少しだけ大きいくらいがいいかなっていうタイプかな。うん、足幅が入らんときある。あ、そうね、足の形によってそうですよね。ヒカはね割と細いんで足幅も入るんですけど、確かに人によってはそういうときあると思う。ナイキは少しつま先が細めに感じる。あ、そうなんだね、ヒカナイキの靴持ってないそう、ナイキプーマ持ってないんで。そう、同じサイズでも靴によって違うからね。そう、なんか全然違うよね、不思議。統一してくれって思っちゃう統一してくれ頼むギフトありがとうございます。今入るニューバランスは、ニューバランスはね持ってます、可愛いやつ。そう、すごい履きますよ。そう、運動もしやすいし、なんか色も可愛いからおしゃれにもなるし、そう持ってるんです、ニューバランスは。そうだ、プーン今ね、ヒカが録音してるのはそう、録音してるのはプーマ。そう、なんか
なんだっけ、インスタかな、インスタで見かけてすごいね、なんか可愛いと思って。靴のブランド結構こだわる？いや、そんなにがっつりはこだわらない。そう、ヒカは結構デザインとか色とかね、うん、で決めちゃう人なんで。アディダスやめてニューバランスにチャレンジするかな。え、ぜひぜひ、今ね CM してますから。そう、最近のプマの厚底スニーカー可愛いよね。え、そうそうなの、厚底スニーカーがマジで可愛くて。そうそうなんです。そう、プマお高いんです。ギフトありがとうございます、コマさん。ニューバランスね、え、本当に、え、ニューバランスめっちゃ有能ですよ、本当に素晴らしいと思う。うん、動きやすい、可愛い、え、だデザイン良くて機能性良くて最高じゃないですか。そう、めっちゃいいと思います、ぜひぜひ。スニーカー何色がお好み？最近はね、なんか白か、何？ベージュっぽい黄土色っていうとなんかちょっとダサくなるんですけど、一気に、そうがちょっとね気になる。ギフトありがとうございます、ギフトありがとうございます。ニューバランスからヒカモデル出してほしい。いいね、出したい出したい。なんか黄土色っていうとちょっとあれだけど、なんて言ったらいいの、マスタードわかんないそう、わかんないけど、そう、カレーモデルだったら何色のスニーカーになるんかな。確かに黒じゃない黒じゃない。そう、ベージュでいいか、そう、ベージュベージュフ濃いベージュ、そうだから濃いベージュってなると黄土色ってなるんですよそう、話しか言っちゃった。ナインハッツ見て笑ってたの、笑ってた、ちょっとハッツの真似してたのそう、黒、え、黒じゃない、なんか、え、き、絶対みんな、そう、え、なんかヒカを一色で表してって言われたら黒じゃないですか、なんか黒っぽい服ばっかり着てっていうイメージかな。あとはまあそれぞれなんかあるかもしれないけど、まあなんかブルー系ではないかなとは思ってる、ヒカは。まあオレンジとか暖色系かな、まあ、オレンジ好き、オレンジでいいじゃん軽い、オレンジ。ギフトありがとうございます。今日の話が本当にいきなり始まって焦った。いや、ちょっと初めてだった、びっくりするよ。いや、また慣れてください、いっぱい会いに来ていっぱい会いに来て。プーマの1万2000円くらいの厚底かわいいな。え、そうなんですよ、そう、それ多分それわかんないけど、そう、どのくらいのプーマの値段か、あの値段がどのくらいなのか知らないから、それって言って違ったらあれなんだけど、そう、黒白？やっぱりそうだよね。しかも最近ね、黒白かな？そう、黒白。うん。でもなんかその黒以外で 何色って言われたら、まあオレンジかなって思ってる、ちょっと。うん。なんか本当に
ブルーではなくて、私ブルー系ではなくて、昔からなんかお姉ちゃんはブルー、ヒカはピンクだったの。なんかまあ好きな色もそうそうだったの、分かれてて。そう、昔からなんか赤とかピンクとかばっかりだったんで。今日のカーディガン黒白だね。残念、緑です。緑なのです。そう、なんか写真とかだとね黒っぽく見えるんですけど、緑です。あ、やばい、目に刺さる、すごい目に刺さる。何、ループ来た。あら、ずっと固まるって。金沢だったらノーラスのアトモスに可愛いスニーカーたくさんあるね。アトモスって知らないわアトモスって知らないわ、どこだろう靴屋さんって見ないんだよね、あんまり。あ、戻った、よかった。 Wi-Fi かな、かも。知らんと、知らん靴屋さんはあんまり行かない。なんかやっぱりそのお店に売ってる靴とか見るけど、そう靴屋さん、うん、行かないな、あんまり。多分ね、あんまり靴って言って靴を買いに行くことってそうないからかな、きっと。うん、女の子やったらアトモスピンク言ったら、アトモスピンクっていうの、アトモスピンク、ちょっとピンクのセーターの T シャツ作ってみたら。いや、なんかデザインとかを考えると白が作りやすくて。 ABC マートは行かんのか。あ、行きます。 ABC マートは行く、そう、たまに行く。でももともとね、本当に靴屋さんで、あの靴を買いに行くっていう目的であんまり出かけることがないから、そう行くことがあんまりないんですけど、でもね行くよ。ほんとだ、アトモスピンクってある。へえ、いろんな靴あるね。YouTube でカナダ見たら結構都会でびっくりした。とりあえずごめんなさい。そうですよ、結構そうだよ、バカにしちゃいかんぞ。そうそうやで。主催の色ありますか。一応黄色と赤になってます。もしあの誰かとね、あの何話したんだっけ、あれなんか被ってるっていう話があったんですけど、今のところなんかまだ完全には決まってないんで、一応黄色と赤です、オムライスカラー。はい、こんばんは。そう、金沢とか、でもそれがいいんですよ。金沢は都会だけど、でも少し行くと自然もあるよっていう、そのちょっと違いがいいんですよ。はい、そうですよそう、ヒカルンは
足綺麗だからかかとの高い靴履いたらと思ったけど、これから寒いもんね。でもね、ひかかかとの高い靴好きよ大好き身長がね、ひか結構ちっちゃいんで、なんかパンツとか履くと足短く見えちゃうんですよ。あのパンツとか履いてぺったんこの靴を履くと足がちょっと短く見えちゃうので、少し厚みのあるスニーカーとか、そう、まあ本当にもう厚底の履いちゃったり、そう履くことが多いかな。だから結構かかとの高い靴とかも好きです、私は。絶対似合う、嬉しい。そうね、ちょっと気になっちゃって。やっぱり短くないよ。いや短いよ、うん、長くはない。そう、100歩譲って短くないとしても長くはない。そうだからね、ちょっとでもね足長効果を出そうと頑張ってる。駅一つ進んだら田園風景、いや田園とまではいかないかな、田園とまではいかないけど、うん、まあ自然も出てくる、うん、かな。そう、金沢はちょうどいいとかいうの。そうなんですよ、めっちゃいいよ。かわいい長さやでありがとう。夏の方いいよね、いいよね。しかね、自然大好きなんで、まあ、虫さん苦手なんですけど苦手なんですけど、自然はねすごく大好きなので、石川好きです。そう、でもなんかやっぱ田舎ってなるとやっぱり買い物とかも大変だったり、そう、なんかやっぱり可愛いお洋服どこで買ったらいいってなるんだけど、そういう時に金沢に行くとちゃんとあるっていう。そう、ウィゴーとか今時なんかそのジーナシスとかロデオクラウンズワイドボールとか、そう RNA とかちゃんとお店があるよって、そこがいいんです。ギフトありがとうございます。金沢に住もうかな。本当に、石川来て食べ物も美味しいから最高。本当に本当に食べ物美味しいんだよ、マジで自慢です。まずいものなんてないから、米も肉も魚も全部おいしい。ひかるん、通販ではあんまり買わないタイプ？そうだね、あんまり買わないかな、まあ、全く買わないわけではないけど、やっぱりなんかサイズとか、あ大丈夫かなってなっちゃうんで、うん、まあ大体は切れるんですけどそう、うん、大体まあ切れるんですけど、やっぱりなんかたまにね、あなんかちょっと丈感がとかそういうことがあるので、そう、やっぱり実際お店で見る方がいいかな。北海道の雪に疲れました。多分ね、北海道の雪に比べたら石川はまだ大丈夫な方じゃないかな。うん、光るいるしって言ってくれてる。すもすも、みんなおいで。本当にいいとこ、マジでおすすめ。うん、金沢に住んだ途端光る東京に引っ越そう引っ越しそう。いや、それはちょっとそんなことないよって言えないなそうそんなことないよとは言えないね。確かになんか別に、ね、来たから引っ越すとかいうわけではないけど、そう、なんかうん、まあ、いずれ私もね東京行ったりするのかなって考えた時に、そうだねってなっちゃうそう、こんばんは。そう、石川はそう学力のレベル高いんです。そう、本当に氷川ね、ちょっとなんですけどなんですけど、そう、めっちゃ頭いいですよ。そうね、アクセスもいい、新幹線できたし、
大阪とかもね、あの特急であるんで行きやすいし。こんばんは。平野家に居候か、もしくは怒るのムフになります。居候、居候、部屋ないよ部屋ないぞ。うん、もう、うん、埋まってるよ子供部屋で。そう、サンダーバード、ライチョウ。うん、2時間、そうだね、2時間くらいかな。そう、東京から石川だとどれくらいで行けるの？新幹線で2時間半ですね。まあ2時間半もしくは3時間くらいかな。うん、便利になりました、すごい。新幹線も快適だし、うん、そう、石川県空港もあるから、そう、あの多分空港、あの飛行機、そうで行くこともできる。ちょっと飛行機はね、あのあんまり使ったことないんで、時間はどのくらいか分かんないんですけど、意外と近い。え、そうなんですよ、すごく便利になった。何年も前に8のイベントで石川県に行ってから、必ず年に1回金沢の近くの寿司屋さんに食べに行ってる。え、嬉しい嬉しい。え、めっちゃ嬉しいね。きっとね、あの美味しかったから来てくれてるってことでしょ。あー嬉しいいや本当にね、なんかあの氷川、まあ、やっぱり石川県代表じゃないですか。そう、まあずっと住んでるんで、まあ、石川県大好きなんですけど、そう、なんかそれをファンの皆さんが来て、ここいいねとか、食べ物美味しいね、なんかここがね、このお店がねすごくよくてねって言って石川の話をしてくれると、私はすごくすごく嬉しくてそう、そうなんだよ、自慢の石川なんだよって、そう言える、そうのがすごく嬉しくて、ありがとうございますこんばんは。ネタも大きくてとても美味しいお寿司が忘れられないんだ。あ、読めなくて忘れられないんです。嬉しい。そう、本当にめっちゃ美味しいから食べてみて、マジで美味しい。金沢で泊まった料理旅館の夕食が美味しすぎた。そうなんです、美味しいの、本当に美味しいの、うん、マジで最高だから。そう、もりもり寿司美味しいよね。そう、本当にシャリが、あのネタがシャリがまあそうね、シャリも、え、シャリはなんかまあ普通なんですけど、ネタがとにかく大きい。シャリはね、なんかすごく大きくてって言うと言っちゃいそうだシャリは普通です、普通のサイズなんですけど、そう、ネタがね、その上にネタが。飛行機1時間で着くみたいだけど、移動含めると新幹線の方が早い。あ、そうなんだ。そうそうね、確か小松空港からの移動もあるもんね金沢グルメ食べたくなってきた。おいでおいで石川、おいでシャリが大きいよ本当に前もいっぱいあるイメージ。そうなんです、能登牛っていうね、美味しいお肉もあって、まあね、海鮮はもう言わずもがな
最高ですし、そうのどぐろとかねめっちゃ美味しいし、お米もね百万石っていう美味しいお米がございます。そうけんのお寿司は全国一という人もいるからね、嬉しい嬉しい。カニの季節だね。そっか、もうそうね、カニの季節ね。ひかカニ好き、カニ大好き、カニ、エビ、白子大好きこんばんは、初見さんありがとうございます。ムラムラさん、カニ解禁来週だっけ？あれそうだっけ？食べたい。そう。本当に最高です。最高です。給食にカニ出るの？あ、出る学校もありますね。まあ、引かんところは出なかったんですけど、カニは。でもね、給食美味しかったよ。なんか給食室で作ってくれてるから。そう、なんか地域によってはね、なんかどっかから運んできてくれるっていうところもあるんですけど、私が行ってたところはその給食室で作ってくれてたので、あったかい、そう、ほかほかの給食でめっちゃ美味しかった。のどぐろ美味しいですか？のどぐろ美味しいよ、美味しいんだよ。そう、もちろんね、お刺身でも美味しいんです。美味しいんですけど、私は焼きで食べてほしい。焼き、そう、うん、のどぐろってすごい脂が乗ってるから、焼くとすごい、めっちゃ本当に脂が乗るんですよ。めっちゃ美味しい。でも脂乗ってるんだけど、しつこすぎないからめっちゃ食べれる。本当におすすめ。これはしかもね、そんな食べたことなかったんですけど、エイトに入ってから初めて食べたんですね。だからまあ2年前とかかな、初めてなんか焼いたのを焼き魚として食べたんですね。めっちゃ美味しかった。そう、でも高級です高級魚です。煮ても美味しかった。いいっすね。煮たのは食べたことないな。のどぐろってやっぱり高いから食べることがあんまりないんで。いいな、のどぐろ食べに石川県行きたい。おいでおいで。そう、本当に。脂っこいの苦手なんやけど、いけるかな。絶対いけると思う。うん、のどぐろは中国地方のイメージだった。あれ、島根でしょ。しかもね、びっくりしたんだよね、島根もなんだと思ってた。なんか、ひなこと一時期話してて、まあ、一時期って言うとあれなんだけど、まあ、ひなことね、いつだっけな、まあ、話してて、なんか石川って なんか何が美味しいのみたいになった時に、なんかのどぐろ美味しいんだよねみたいな、そののどぐろ有名で、のどぐろ美味しいんだよって言ったら、それ島根だよって言われてそう、それ島根だよって言われて、島根みたいになっちゃって。そう、いや違う違う、石川だよって言って調べたら、本当に島根もうなんか有名だったらしくて。そう、石川もね美味しいんです。そうね、繋がってるからね。そう、のどぐろ構想が勃発しました。いや本当にって、いや絶対石川だ、絶対島根だって言って、もう二人とも引かないからそう、結局なんか調べて、漁獲量っていうんですか、調べてっていうのを
で、でも確か島根の方が多かったんだよそう、島根の方が多くて、え？みたいな、そうなの？ってなっちゃった。氷川もうね、ずっと石川に住んでて、もう石川といのお魚と言ったらのどぐろでしょっていうくらいの人だったのでマジかって思っちゃった。そう、ちゃんと調べましたもうどっちも引かないから。氷川県のイメージ、あー嬉しいそう、氷川もそう、ずっと石川だったから初めて聞いて、寒ブリなら勝てる、あ、勝てる、それは勝てる、本当に美味しい、美味しい。だからなんかこの前もね、ショールームで話してたんですけど、あのお寿司何食べますかってなったら、なんか石川の人ってまあなんかこれはね、まあご家庭によって差があるかもしれないけど、なんか氷川のルームで言ってたのはなんかやっぱりブリだよねみたいなのを言ってましたね。そう、マグロ食べないんです、あんまり。うん、まあ確かにブリもね、富山のイメージもあるけど、確かにでも美味しいんですよ。うん、だからお寿司屋さんでマグロ食べることないです。なんか大トロ中トロは食べるけど、そう、マグロではないんですよね。ね、マグロよりブリっていう人結構本当に私のルームでは本当に多くて、割と頑固な二人かな。そうですね、譲らない。うん、じゃあ甘エビなら勝てる、甘エビ勝てるの？甘エビあんまりイメージなかったな。何なら勝てるんだろう。いやでもちょっとね、これ言うとなんか喧嘩売ってるみたいでごめんなさいだけど、別に喧嘩売ってるわけじゃないんだよ、じゃないけど、あの総合的に見たらやっぱり石川は素晴らしいと思います。総合的に見よう、大きく見てください、全部を見て、石川が一番ですごめんなさい、今ちょっと敵に回しちゃったかもしれないヒカはね、好きなのはこれ言うともうなんかブリの話どうしたってなるんだけど、うん、私はあのつぶ貝とか縁側とかあのエビが好きですそう、しかも甘エビじゃない、あのなんか大きいエビあるじゃないですか、生エビみたいな、あれが好きです。なんかすいません、ブリの話しといて申し訳ございませんでしたはい、そうなんです。本当にすいません。初見さんありがとうございます。北海道に勝ってるところだとか言わないの？私の中ではね、石川が一番なんです。堂々の1位だから、石川が。そう、お寿司屋さんに行ったら同じものしか食べない。あ、でもヒカも結構特定されますよ。特定？一緒ですよ。うん、特定のものしか食べないかな。
結構同じものを選んじゃう。でも最近ね、なんかサーモンあんまり食べなくなったんですよ私。どうしてだろう。昔一番サーモンが好きだったんだけどな。あまり食べなくなった。こんばんは。父親が石川の親戚のところ。あーいいね、カニと甘い、いいいいお土産。こだわり強い？いや、なんかめっちゃこだわり強いわけではない。まず最初に食べるのは決まってる？あんまり決まってないけど、一番初めにだいたい選ぶのはつぶ貝かエビかな。なんかあとはまあな、期間限定のものとかもちろんあったりするから、そういうものプラス、そういつも食べるので言ったらつぶ貝エビかな。絶対これは本当に絶対です。石川の回転寿司も美味しいの。美味しいですよ。そう、つぶ貝大好き私。こんばんは。一番最初がつぶ貝は10代ではなかなかいない。ほんと？え、めっちゃ美味しいよつぶ貝。大好きなんだけど。え、つぶ貝はめっちゃ食べる。うん、2皿3皿食べるね絶対。うん、そうお気に入りのものはね、同じのを何皿か食べちゃう人なんで。え、そうそうそう、コリコリした食感が美味しいんです。そうそうなんです。貝類全般好きでしょ。嫌いじゃないと思う。なんかあんまりそんながっつり食べるわけじゃないけど、何回か食べたことあって、嫌いじゃないよ。好き好き。卵食べてそう。卵全く食べません私。ホタテよりつぶ貝なのか。そうね、つぶ貝の方が好きかな。何食べられる？食べられる食べられる、大好き。海鮮系以外に有名な食べ物もある？あるよ。ハントンライス、なんかオムライスみたいな感じの食べ物とか、あとはまあジブニ、八番ラーメン、金沢カレー、ホワイト餃子、いっぱいあります。うん、ちなみにわさび入り？ひかはね、わさび、なんかわさび入ってないやつとかもあるんで、醤油にねわさび入れて食べるのが好きです。うん、白子食べれる？食べれる、大好き。白子大好き。白子のお吸い物とかも好きです。おばあちゃんがねそう作ってくれるんですけど。のいちのきときと寿司美味しかったです。気になる。他の行きつけのお寿司屋さんはやっぱ回らないやつ？いや回ってる。え、かスシローとか行きますよ、大好き。スシロー浜寿司行きますよ。てか基本的にそうです、そこしか行かない。あんまりなんかその目の前で握ってもらうやつとか行ったことない。うん、だからね、なんか期間限定とか出るとチェックしますよちゃんと。お寿司好きなんで。お、なんだ今月は、なんだ、お、白子が出るのか、お、ウニが出るのか、そうチェックします。うん、
白川得意不得意分かれるよね。あ、そうなんだ。イカの家の人はね、みんな好きです。いや、なんかさ、回らないお寿司ってさ、あれじゃん、あの値段分かんないじゃん値段分かんないところとかあるじゃん。怖くて食べれない高級店でしょ、プラスあんまり値段が分からない、いくらみたいなのになっちゃうから、うん、そう、だからなんか本当にチェーン店とかでも十分美味しいんです。大好き。そう、そうそうね、お値段ね、そうね、なんか気にしない人が多分行くんだと思うよ。うん、あんまり気にしない人が行くんだと思うから。結構もう早い、1時間経った、もしかして。10分からって言ったもんね、ヒカ。おー、じゃあ15分になったらちょっとランキングいきますね。うん、とね、お風呂入るんで。広告誌の松野っていう回らないお寿司屋さん、ネタがめっちゃ大きくて美味しい。美味しいよ。行きたい、行きたいよ。めっちゃ高いわけでもないし、お、いいね。いいっすね。自分のご褒美ならたまには贅沢もいいよね。いいよね。うん、ヒカもそういうタイプ。なんかお仕事とか終わった後に、あの割と好きなもの食べて、ちょっといいもの食べて満足するタイプ。銀座のお寿司屋さんとか目ん玉飛び出るくらい高いらしい。でもなんか一回行ってみたいよね、人生で。いくら持ってったらいいのか知らんけど分からんけど。そう、そう、スーパーのね、パックのお寿司も割と好きよ。普通に食べる。そう、毎回毎回お寿司屋さんね、行けるわけじゃないから。この前7連勤終わった後に寿司食べに行った。いいね、お疲れ様でした。7連勤あ、ギフトありがとうございます。今朝は何食べた？今朝はね、ヨーグルトを食べました。そう、ヨーグルトのみでしたね。そう、でもその後ね、割とがっつり食べたんで。こんばんは。ね、髪の毛を、お、15分になった、早い。はい、ということでね、じゃあちょっとランキングに参りたいと思います。はい、13位ところてんひかチューブさん、12位トシベビースターマンさん、11位 WY やっと影の守護神さん、10位カイさん、9位サルキチャットヒカルンとお話できてご機嫌さん、ありがとう。8位今日は隣でサイン当てちゃってなんかごめんなさい。いいんだよ、もう それはもう仕方ない、運だ。はい、7位バンちゃん、6位谷口ひろきさん、5位オニール大佐さん、4位かぼちゃ先生、3位佐藤ちゃん、2位演舞富士美鑑定団の深夜バイト行ってきますさん、気をつけていってらっしゃい。そして1位ゆうたとひかチューブさんです、ありがとうございます。そしてギフトいきます。かっきーさん、バナジーさんです。
待って全然出てない、はい挙手制でお願いします、全然ギフトが出ていないという、お願いします挙手で、ゆうたさん、マニールタイスさん、ぶっちゃんありがとうございます、ピカチュー部のミケ、終わり、そうごめんね終わっちゃうの、そう今日終わっちゃうの、またね近々するんで、ゆうこさん、プリーツさん、ごめんねありがとう、タッチさん、カボタンカボタン、ゆうこさん、はい大丈夫ですかね、ありがとうございます、ぶっちゃんありがとうございます、はいごめんねちょっと今来てくださった方、カッキーさんごめんね終わっちゃって、はいまた近いうちに、うーんまあ明日か明後日か明後日かちょっと分かんないんですけど、まだはい近々またするんで、また見に来てください、見に来てくれてありがとうございます本当にありがとう、はいということで今日はこれで配信を終わりたいと思います、ショールームインスタグラム755、ぜひいいねコメントフォローお願いします、いつやねん、いやちょっとまだ未定まだ未定です、今時間都合ついたから、あーあーごめんね、どうする10分ほど伸ばすかい10分だけでちょっと大丈夫なら伸ばすかい伸ばすかい、ヒカはね全然大丈夫だよもうちょっと話すかい、今日は記念すべきヒカルンとの初お話し会でした、幸せでした、あ、よかったです、ありがとうございます、そうちょっとね毎回はちょっと無理だけど、そうそう毎回ちょっとこういうことできるわけではないんですけど、今日は全然時間が全然大丈夫なのでね、10分じゃ延長しちゃおう、30分までにしちゃおうかなそう本当に今日はもう全然、あとはもうお風呂入るだけなので大丈夫ですよ、むしろ見に来てくれてありがとうございますって感じです本当に皆さんそう本当にありがとうございます、ミハイパーさんありがとうございます、延長ですね、え太ももに刺された、蚊に刺されたところがさめちゃめちゃ痒いんだけど本当に嫌なんだけど、何太ももに刺されるってどういうこと、スカートの中まで入り込んできたってこと、やだエッチ蚊に向かってエッチ、あ再販の番宣明日の昼までだそうです、明日の昼までです皆さん会いに来てください、いや本当に皆さんぜひお話ししに来てください、いっぱい話そう、ひかはいっぱいみんなと話したいぞ、今日参加できなかったからリジさんはたくさん話ししよう、しよう、待ってる待ってます、そう23はそうなんです、制服を着るんです、もうねあの年齢が上がれば上がるほどねきっとねなんか制服恥ずかしいってなっちゃうから、もう今のうちにやっちゃおうと思って、今のうちにねそう着れる時に着とこうヒカルとお話ししたいです、あーぜひお話し会来てくださいな、お話ししましょう、
買ってあるから、あー嬉しいですね。もうそう言ってくれるとね、もう私のワクワクがリアルなやつ、いや多分リアルなやつではないです、はい、ちょっと無理そうなので、まあコスプレ、買ったやつかなになるとは思うんですけど、はいまあね、そうですよ、ちょっと前まで JK だったんですけど、一応もう社会人になってね、なったということで、うんね、ぜひ、なんかさ思ったんだけど、祝日なんだね今日も次のもね、びっくり、なんか土日だと思ってた普通に。それとツインって、いやなんか髪の毛がちょっとどんな感じなのかがわからないから、わかんないです。そうなんか伸び具合とかにもよって髪型変わるんで、まだねポニーテールはできないんですよ。そう普通にね下の方で後ろ一つ結ぶ分には全然大丈夫なんですけど、ポニーテールはまだ全然ダメなんで。そうそれでも伸びた方だよね、ほら伸びた伸びた。そうでもなんかこれさ今日なんかまあピヨンって出てんのねそうこれ本当はね後ろでね結ぶつもりだったのかね、結んで固定してで出てこないように、あの編み込みっていう状態だったんだけど、もうなんか届かないからそう耳にかけたままになっちゃって、そうでたまにねこうやって出てくるんです、何これってなっちゃって、なんか一回ハッツに写真撮ってもらったら、なんか綺麗になんか二つ結び、ちっちゃい二つ結びかのようにピロンって出てきちゃって撮り直ししてた。そう出てきちゃうの。そう朝からね、あのまあ今日4時半起きでね、すごい朝早かったんですけど、そう朝早かったんですけど、お母ちゃんがねその早く起きて、そうなんか髪の毛どうするのって、なんか氷川はじめなんかボブだと思ってたの、普通におろしボブで、あのちょっといつもより内巻きにしようってそう思ってたら、なんかしたいって言うから、そうせっかくならなんかしようよって言うから編み込みになりました。今の髪型個人的に好き好き、え嬉しい、そう、そう言ってくれるとヒカも嬉しいし、マミーも喜ぶそう、マミーも喜ぶ。そう、ヒカのね、こういう髪型って全部あのマミーなんで、ピアス見せていいよ、ちょっとね、外そうか、一回後でお風呂も入るし、これどうだっけ、こういうピアス、これね、一目惚れして買ったやつなんです。そう去年にね、なんかこうねお花の、なんかこれさピント合わせるためにやるのにさ、全くピントが合わないとかいうYouTuber には私はなれないね。そう黄色と、あれちょっと黄土色っぽいでしょ出た黄土色、はい、黄色と茶色と緑のお花の、そうこれお気に入りです。そうお花だったんです。そうね、なんか前からだとちょっと分かりにくいか、前からというか、うん、黄土色、違う黄土色が別好きなわけじゃないんだよ、別嫌いでもないけど、違うなんか違うじゃん、黄土色ってなんかだってさ言ったらさ、なんかちょっとダサくない、なんかもっとさ、なんかキャメルとかなんかあるじゃん、そういうね、黄土色ってなんか急にさ急になんかんってなるじゃんねそうファッションそうファッショナブルじゃなくなる、そうそう
そう、その通り、本当にで、一言言いたい。今日のヒカルは世界一可愛かったです。私も一言言いたい。会いに来てくれてありがとう、ね、一言じゃ足りないよ一言じゃ足りない。でもね、本当にみんな来てくれて嬉しかったです。なんかね、本当に同じことしか言えないの、ごめんね。あのね、なんかまた同じこと言ってんなと思ったら、あ、この子は語彙力が足りないんだなって。なんか多分この子は国語というか、まあまあ、なんかあの感情をあんまり言葉に変換できないんだなって思っといてそう、本当に苦手なの。なんかいろんな思うことはあるんだけど、なんか文章にできないっていう悲しき現実よ。会いに行けなかった人にもちょっとお願いします。会いに来れなかった方、次会えるの待ってるよ。会いに来てね。どこのブランドのピアス？あ、全然ね、なんかね、ブランドとかじゃない。なんか結構適当に雑貨屋さん行くんですよ。そう、雑貨屋さんとかアクセサリーが主に売ってるところに入って、あ、これいいなと思ったやつをあの買うって感じ。そう、値段も見つつかな。だからなんか普通の雑貨屋さんのです。うん、でもね、なんかいいやつつけてみたいよねいいやつ。一回ね、なんかファンの方からプレゼントでいただいたんですけど、すごく可愛いやつ、そういただいて、うん、なんかそれくらいじゃないかな。ちゃんとなんかちゃんと箱に入ってなんか入ってるやつ、入ってるピアスって、うんあとはもう本当になんか普通に包装してもらったやつとかだから、ヒカルンが会いに来てくれると助かるわ。あら、ちょっとごめんなさいちょっとそれはできないんで、できないんで、ひかに会いに来てね、待ってるよ全力アイドル。お、29分、早い、あっという間だね。で、30分になったらもう一回ちょっとパッパッとではありますがランキング読んで、はい、終わりたいと思います。勝負ピアスってある？ここぞって時用のピアス。あんまりない。いや、結局はなんかデザイン、あのデザインっていうか、なんか服に合わせて決めちゃうから、そう、うん、服に合わせて決めちゃうからここぞってのはない。でもお気に入りはもちろんある。そう、何個かありまして、私の中で、あ、これすごい好きって。そう、お、30分、ということで、ちょっとね、延長ちょっと短い10分間ではあったんですけど、ちょっとね、これでランキングいきたいと思います。はい、じゃあいきます。13位トシーベビースターマン、32WY アット影の守護神さん、11位タッチさん、10位カイさん、9位サルキチさん、8位ランタンさん、7位バンちゃん、6位谷口ひろきさん、5位オニール大佐さん、4位かぼちゃ先生、3位さとちゃん、2位フジッピさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。はい、そしてギフトもね、多分読んだので大丈夫かなと思います。はい、ということでね、皆さん見に来てくださってありがとうございましたね。ちょっと遅い時間になっちゃったんですけど、はい、見に来てくれてありがとうございました。そして本当にお仕事あった方はお疲れ様でしたね。本当に皆さん
お疲れ様でしたね。お忙しい中ね、あの配信とか見に来てくれたり、お話し会来てくれたり、本当に嬉しかったです。ビアン・ウエストウッドとかは、え、何、知らない知らない、何それ、ちょっと待って、ちょっと待って気になったらね、すぐググりたい女なんで。初めて聞いた。あ、知ってる知ってる、見たことある。え、お財布見たことある、これの可愛いよね、これ。あ、これがビビアン・ウエストウッドっていうんだ、知らんかったお財布見たことあるわ。うん、え、これ可愛いと思ってた。誰かのお財布で見たことあって可愛いと思ってたんだよね。好き、こういうやつはい、すいません調べずにはいられない女なので、はい、ということでね、これで配信は終わりたいと思います。さっきね、今日のお話し会の全身写真載っけたので、またねちょっとコメントとか見てくので、よかったらコメントとかいいねとか、フォローまだだよっていう方はしてくださると嬉しいです。お願いします、ぜひ。はい、ピアスもハートとか、あ、ハートもあるんだね。ちょっと後でちょっとじっくり見よう。ありがとう、教えてくれてありがとう、教えてくれて、そう、そういう情報ありがたい、知らないから全然こんばんは、元気、ごめんなさい、配信終わっちゃうんです。でもね、元気です、すごい元気元気の表し方がちょっと、はい、ということで今日はこれで配信終わりたいと思います。それでは本当にショールーム見に来てくださってありがとうございました。そしてお話し会ありがとうございました。そして一日お疲れ様でした。それではまた明日か、明後日か、明後日かちょっとまだ未定なんですけど、はい、またぜひ配信見に来てください。おやすみなさい、バイバーイありがとうございましたお風呂入って寝ます、私は。皆さんもゆっくり休んでください。おやすみ、バイバーイ。